皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。あれ、音楽って今どうなってるのかな。 OK、 大丈夫です。はい、今回のエピソードは確か本月の下克上の34話ですよね。 Yes, yes, yes。 どんどん話は続いていってるんですけれども、まあ、前回と今回の俺のエピソード結構なんですかね、タイムギャップが生まれているので、確かなんか、なんか台のインクの色付けとかやってたのかな。それで続きやっていきたいと思いますので、皆さん3、2、1 Let's go。 色インク、ディルクは身内と判明、そして誰かに拾ってもらおうって話になったんだよね、確か。お、うちの赤子起きちゃった。 OK、 起きたこと書かないと。念頭、これですかね。信用できる大方なんですが、デリアは嫌いなんですよね。デリクは大変なことなんだよね。リアルですね。どうやってこいつを知ってしまったのだろう。まあ、その情報は、ああそういうこと。てかまだその話結構シークレットだったはずなんだけどね。まあまあまあ、わお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 、そんなこと言っちゃっていいのかな。なんかそういう、この世界ではそんなこと言っちゃいけないんだよね。なんかね、私ですと言いたいの。 What？ それを言ってしまえばデリアの信頼を失ってしまって、理由とか言えないじゃないですか。いいのか、そんなちょっと中途半端なことにしちゃって。ちょっと今時間がないので、 OP はちょっとスキップしないといけないんですけど、はよ始まる。パッポンパラパッパンパッパッパンパッパン、不安な動き。ほら、なんかめんどくさいことになりそう。いっちゃう。ディルクのためにもなるんじゃないかと。まあまあまあ、あんた言ってどうでもいいんですよね。ほんまかいな。おお、デリア、あんたすげえぞって。いいことなんですよと。まあ、この子が身食いで死んでしまうっていう恐れもありますからね。でも養子探してるんだろう。それに何？わかるけどさ、彼赤ちゃんだからさ、別にあなたの家族ではない。まあいいけどね。めっちゃ執着してしまったんだよね。ちょっとやばいかもね。身食いのこととかさ、こいつに話しちゃいけないんだけれども、まあまあまあ頑張ってんな、頑張ってんな。おお、うまくできた。それ結構時間かかるぞ、それできるようになるの。それからしばらくして、ベンノさんのイタリアンレストランにドアが入る。ドアが入るよね。そりゃドアが入んないと、そりゃね、ちょっと厳しいですよね。定着剤って何でしょうか。定着剤、ああ、インク、色インクのやつね。お、顔についてるぞ、青色のインク。
大丈夫か、そんなシークレットがバレてしまうぜ。色ついてんですけど、お兄さん。まあ、何？え？何事？絵の具なんですね、ここは。寝ぼけた妻。盗みに行ったやろ。盗みに行ったやろ。盗みに行ったんですって。インクって難しいよね。おっと、目の前に現れちゃう。おっと、定着剤があればもっと定着した色が使えるようになるんだね。うん。おお。ね。何が？髪の毛すごいよね、本当にこの女の人。ほう。まあ R&D っていうのは重要ですよ。リサーチっていうのは必要なんです。その理由を知ってしまうというのはすごい重要なんで。グッテンベルグの仲間かよ何言ってんだか。プリンティングプレス。まあグッテンベルグ以外にも同時にねものを作ってる、なんかグッテンベルグって実は最初じゃなかったみたいな、あと中国はもっと前からなんか似たようなものやってるとか、まあいろいろあるんですよね。ややこしいんです。とりあえずグッテンベルグのやつらすごいんですね。はい、何言ってんだかね。よかったね。ヤッフー。よかったね。前にたくさんいるね。怖っ。ビジネスマン。ん？老原子。ワックスペーパーとかクッキングシートね。クッキングシートとか、うん、クッキングシートってさ、どうやって作るの？さっぱりわからん。オーブンで使うよね。ロー入れちゃいました。ローってワックスなんだね。まあ、ろうそくって言うもんな。ろうそくもうワックスだもんな。ワックスキャンドルってやつ。ほうほうほう。この鈴みたいなやつ作るんだね。ん？何？5時ですか？5時のチャイム？え、なんかすげえ、戦争ですか？何ですか？何ですか？戦争が始まるのかちょっとなんか、あ、手が出てきた。うん。あ、おう、ここにいるんだね。いや、手が出てきてる。どうしたんベイビー。東門で一体何が起こったのか。
あー、へえ、そういう、なるほどね、怒ったんや、怒り出して、へえ、そうだよね、お前らは何もできないもんな、貴族やし、敵は、敵が騎士になってしまうとこっちも騎士使わないといけない。ありがとうトン。Yeah, you too, baby. You gotta be careful. あんたの可愛いお手て。Cute little hands. Yeah. You wanna grab this one? Yeah, it's so cute. Whoa. Scary. What's going on, man?怒ってるな、この人。神殿長。お前の客人が来れなかったから。What's happening? 何が起こってんのやら。邪魔？え、いった？わわわわわわ、いった、かわいそう。わあ、何が起こってんのやら。What's happening, little baby? What's happening? What's happening? What's happening? With the 神殿長, he's going so crazy. そんな裁縫いるんだもんな。本が旦那です。Hello, ルッツ。鈴や、嬉しいね。おお、かわいいね。鈴はかわいいよね。え、いやか、泣くのか。泣くよね、赤ちゃんって泣くんだよ。ゲスね、これが理想ね。こうやって撫でて撫でて撫でて。わかんないよね。あの人が来てくれないとね。お、次はエクスカリバーにしようか。それとも桃太郎か。神殿長、やはりじゃん。やば、てか誰も来れない、誰も来れねえ。ありますよね、それは怖いぞ。てか偽造ってどうやってわかるの？偽造といえばミッションインポッシブルとかでさ、やばいやつ作られちゃうんだろ。普通のやつじゃわかんねえじゃん、そんな偽造されてることは。うん、sleepy baby? Sleepy baby, sleep baby.デルク消えたのか。神殿長、神官長じゃなくてパクられた。はあ、デリアが何かしたの。はあ、はあ、それ偽造されたとか。はあ、それはちょっとやばいな。それはちょっとやばいな。まあ
するべきやんな、あの人。間違いないよね。マジ使えない人。普通は切り捨てるよね。どうするのかな。さっぱりわからん。ディリクと離れるよりあの人の愛人になりたいと思ったの？めんどくせえことしちゃうね。言っちゃうのね。やば。やばいな。あかんな。全部入ってしまったね。切り離されちゃうんだけど、いいのか？さっぱりわからんな。来るのね、お父様が。はい、これでデリアと離れてしまうことになる。しかしデリアとのことはこれで終わるのだろうか。自分の赤ちゃんの泣き声聞こえてるかなと思ったけど違った。もう一人ね、後ろの部屋で寝てるから。新店長が言ってることだからな、仕方ないんですよ。ですよね。はあ、わざと会えないように。なんだろうな、一体。ですよね。あ、やっぱり隣に赤ちゃんが起きてる。 OK、 少しなら大丈夫だと思うんだけど、とりあえずこのエピソードが終わったら赤ちゃんのところに向かいます。迎えに来た。どうしたのか。大丈夫？チューリが守るのね。よくわかんないな。でも相手は貴族だからな。そういうことね。護衛が。なるほど。でも守ってあげたいっていう気持ちもあって。やっぱりもう結構泣いてるから、もう無理です、もう終わるけど、バイバイ。よしあと数分なので、とりあえずベイビー2人で見ることに。東もね。お、馬車を通したのかよ。あ、やばい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 。偽造されたのか。もうやばいやばいやばい。馬車を通したのね。偽造があったのね。マ
マジマジマジかよ。え、やばい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 。やばい。えぐ。お貴族様ですよ。びっくりやなおい。ね。え、もう来てる。やばいやばいやばい。もう時間ない。もうやられてしまった。ってか、トゥーリもやられた。トゥーリもやられちゃいました。あーらら。入れた瞬間にもうこうなってしまう。髪の毛が。To be continued。まあご覧の通り、ちょっとね、ベイビーズで戦んでるんですけど、最後だけちょっと見ちゃおうか。話した。で、南だけが、恐ろしい。まあまあまあ、そんなことになったんですね。で、さらわれちゃいました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。もうベイビーズなんで、さよなら。 Hope you have a great rest of your day. Bye bye.